ゆうたを女子4人で可愛くしたい。イエーイ。はい、大学の道上です。高島です。吉田です。島です。上原です。はい、お願いします。で、今回はゆうたを可愛くしたいということで女子4人でメイクをしていきたいと思います。そのおのおのなんかこだわりが多分あるじゃないですか。その、アイメイクこういうのだなとか、おのおのこだわりがあるけど、ゆうたは多分、まあ曲メイクをしてもらうことがあっても、その多分曲メイクさんは男の子向けのメイクをしてくれるじゃない？そうだね。そう、だからアイメイクとかちゃんとしたりさ、なんかチーク乗っけてハイライトしっかりってやらないじゃない？うん、ないね、必要ないもんね。なので今回は我々が普段自分らにやっているような感じでユータをなるほど、自分たちがしてる感じのユータさんに。そう。で可愛くしていこうかなと思います。なるほど。可愛くなれるかな？ね、私たちも気になるわ。そうよ。私たちのメイクでも。そうなのよ。私予想つかないね。ね、このゆうたさんしか。この人、まあそうだね。ゆうたが一番メイクしがいがない。ああ。なんか男の子の中で。あ、そうなの。あ、そう。なんか化粧映えしそう。あ、そう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 。それは。ああ。やっぱ能力が低いから上げがいがある。上げがいがある。そう。そういうことなの。そういうこと。そういうことだったみたい。そうだったみたい。そうだったみたい。やっぱりそうだったみたい。早速もういきなりやっていきたいんですけど。はい。これ忘れちゃった。ああ、確かに。ないか。ある。お前何のやつある？ある。っていうやつなの。うん。つけようつけよう。メイクするときはそうだそう。うん、そうなんだよ。してる方がいい。じゃあ、そう。前髪クリップつけて。前髪クリップをつけます。まずはね、一番大事ね、まず。つけたことないだろ。ベースからまずやっていきます。はい、はい、ベースみんな何ですか？ヒゲをね、隠したいよね。普通にね、下地は正味何でもいい気がして。あ、ほんと一緒。あ、一緒だね。じゃあ一緒だからこれにする。ナロシパゼなのね。ナロシパゼ。私はポール&ジョー。私はクレド。あ、これいいね。クレド。クレドです。クレド。ナロシパゼにしよう。じゃあやっていきまーす。小田切り、広げてぃチャンネルで教わったことを、真ん中から広げていくんですね。こういうのは小田切り先生だ。顔の凹凸を作っていくの。伝わりやろ。それぞれの立体に合わせて高いところには凹凸、低いところにはもうただ完全に残ったやつをこうやってトントンさえが萌え子どっか行っちゃったんだよ。トントントン広げてトントントン。モデルさんはやっぱスッとその済ましてない。お鼻はくるくるくる。お鼻くるくる。お鼻はくるくるくる。これが何だ。ワイパーって言いますね、小田切広先生。はいはい、下地を塗りまして、問題はファンデーションだよね。色味だ。ヒゲじゃない。ヒゲをまずヒゲさ、カラーコントロールとかで。え、確かにヒゲってオレンジ。オレンジだと思う。大体さ、反対色を使うっていうのを言うよね。なるから青グマはオレンジとか言うから、赤みには緑とか言うし。あ、言うね。オレンジの何か持ってるかも。オレンジのコンシーラー。コンシーラーないな。コンシーラー、普通のコンシーラーしかない。私はそんなオレンジじゃないんだよね。オレンジってやっぱなんオレンジピンクぐらいの方がいいよね。あ、確かにチークピンクだな。オレンジチークか。オレンジチーク。あ、でもなんかそれあ、いいんじゃん。それ一旦抜いて塗ってみる。これでも粉じゃないんだよ。粉だと。あ、そっか。粉違うか。みんなのさ、一番オレンジ選手にしよう。ちょっと暗いかも。これちょっとピンクっぽいかな。オレンジないな、マジで。マジでこれ。これかな。これか、これ。確かに。これ真ん中か。あ、これいいな。それいい気するな。靴歩いてみる。じゃあ靴ちゃん、ヒゲ隠していいですか？うん、はい。ツナといえばヒゲ隠しだ。そうだね。ツナよりハスミさんが使ってるもんね、それが。そうだね。なくなっちゃうもんね、一色。ツナさんのヒゲで。あ、でも、ヒロ先生もそう。小指？ヒロ先生も小指。小指、うん。力を入れないで済む小指とか薬指を使ってる。パンパンパン。パンパンパン。これヒゲ。あ、でもなんか割と消えてるんじゃない？可愛くないんだな。いや、あんこ全然調子いいよ。いい気がする。調子いい。馴染ませよう。ファンデ塗る？ファンデがね、色がないですか。私はね、リキッドとクッション白すぎる。二刀流だけど。私リキッドなんだ。リキッドじゃないや。アイはクッション。リキッドはランコムで、クッションはジョンセンブル。うん、いいね、ジョンセンブル。これいこうか。
一番でも暗いのこれ、うん、ちょっと見てみる。ジョンセムバリアカレー、ちょっと暗いよ。ジョンセムバリアカレー、ランコムは明るい。明るいね、レナが明るい。レナはちょっと明るい。レナのベースの面白いや。出しすぎたわ。でもクッションだとちょっとわかんない。あ、ここら辺にあるわ。ここら辺にあった。これ塗りやすいな、クッション。確かにクッションでポンポンしてくかな。あ、そこまたもう一つなんだっけ、ダネージョ。ダネージョ、あ、いいね。ブラシが使えんだ。サンデブラシ、サンデブラシになります。クッションのパフじゃなくてね。そうなんです。最初伸ばすのはね、ブラシ。やっぱ先生よくつけすぎはね、老け見えする原因なので。老け見えです。そうね、はい、え、つけたっていいんですか。はい、何でしょう。え、内側からしにする。明るいかな。まあでもいきます。あ、でもいいんじゃない。うんうん、くる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 。みんなその無言で見る。普通になんか萌ちゃんのやり方を見ちゃう感じがある。確かに知らないもんね、別に。みんながさ、どんな感じか思うの別に。いや確かに萌ちゃんベースなんかいろんな用具を使ってるイメージ。そんなもんかな。いいんじゃない。いいじゃないの。はい、こんなことにする。そうだね。シェーディングハイライトチークの世界、うん、そういえばたまちゃん。あ、そうなの？シェーディングハイライトチーク。じゃあそのあ、私シェーディングレナのイメージかも。お、あのシェーディングだったら萌子さんのイメージ。だってもうコントゥアリストじゃん。ちょっと、あ、そうじゃん。ラウにコントゥアを広めたのは私ですから。確かに。でも弟子の靴なでもいいんじゃない？はい、私コントゥアでもちょっとまだその弟子修行中なんで。ああ。じゃあシェーディング萌ちゃん、チークハイライト私やるわ。靴の一緒にやる。え、持ってるでしょ。同じじゃん。コントゥア、コントゥアペンです。コントゥアって、あ、コントゥアって前動画でやったね。クイズで覚えてる。コントゥアもシェーディングもわかんないけど。なんでやったの。やったけど削れた。削れた。後ろをね、シェーディング顔のね、影作ってね。そうそう、小顔に見せるやつ。この眉のこのリコンね、リコンからリコンペンですね。いい感じ。こんな感じで。やるやるやる。こうか。え、やるやる。これね、細く、ちっちゃく、高く見せれる。このこめかみら辺もちょっとこう線引いたりとか。もう大胆にでいいですね。はい。そう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 。ですね。ここです。そこそこ。はい。来ました。ここも V にしちゃったりなんかしてね。はい。ちょっと待って。ここね。ここもね、もうガッツリこんな感じでいいです。ここ。ハイギア。そんな大丈夫ですか？ハゲてるね。ハゲてねえわ。なんかいじられてたね。ハゲてねえわ。かわいそうに。雑にいじりやがって。秘密テクニックね。あ、スケの字ね。これ川北先生ね。はい。川北先生のスケの字ね。外側にね。痛くなるかな。痛くなるかな、確かに。オッケー。落としてきた。ネクスト。ネクスト。次。チークやりますね。マピ先生のチーク。はい。じゃあアイシャドウパレットのここの部分を使ってます。絶対ね。ここにつけすぎるんで。あ、化粧してるよね。ね、かわちゃん。先生もやる。かわちゃんチークとしてで、こうやって。うん。ここにやってるたまちゃん。これ全然話してたもんね。あ、誰のモノマネしようって。たまちゃん。はい、せめちゃん。初めて聞いたあるあるだ。それ作ってここにやるっていうのをやってて、だからそれはやっぱなんか見たの、それがいいの、位置とかあるよね。小顔になるみたいな。むずっ。どうやってつけんの。もう真剣になってる。小顔チークなの。かわいい子がやってた。かわいい子がそれでやってたんだ。大丈夫ですか。かわいい子がやってたって。大丈夫、決まってるじゃない。ごめんなさい、すいません。はい、で、ハイライトをつけます。ハイライトはもうね、不動の。せーの、マックマックたまちゃんずっとこれ使ってるよね。これセザンヌ、セザンヌ使ってたんだけど、これがいいっていうのをそれこそ見て買ったらめっちゃ良くて、多分もう買えない。ハイライトだけは買えない。顔が、ここツヤツヤ、ここツヤツヤが大好き。ここツヤツヤ、 C ゾーンっていうよ。C ゾーン、そう、から目の横とこの頬骨ですね。眉毛と眉下って感じ。眉心やみたいな。あ、
確かに、ちょっとみんながメイクしてる間にちょっとさ僕はみんな知ってるか。じゃあここにね、ここにね、乗せるのが好きなの。あー、ラッチ、そう、口触ります。さあ、次は何だ。そうなると眉毛は、眉毛がね、男の眉毛無事やっぱ無事結構眉毛しっかりしてる。まだ何くらいの感じですか。眉マスカラぐらいしてる。あー、なんかマスカラ色をちょっと薄くしたい。うんうんうん、あ、いい、ちょうどいい。じゃあ、じゃあここ行け。マイマスカラ塗り方難くない。なんか逆毛で塗るみたいな前聞いたけど、そうなんかでも人によると思うよ。色がだって薄くなったし柔らかくなった。調子いいぜ。はい、いけよ。来たね、アイメイク。アイメイクですよ。さようなら。さようなら。しようかな。アイメイクどういこうかね。私か、アイメイクは。じゃあそう、始めちゃうね。ハマれなくない。やっぱ私はだってこれ塗って、これ塗って、で、色々塗るね。これめっちゃ猫だ。かわいいよ、これも塗るし。なんかレナちゃんのアイメイク迷ってないイメージ。もうずっと閉じてて。はい。ゆうたさんはどんな気持ちなの今。なんか、でもなんかやっぱなんだっけ、眉毛だっけ、うん、眉毛あたりからやっぱなんか顔になんかあるなっていう感じが。そんなに顔にのせることないよね、うん、もうアイライン感覚でその強めのピンクを引くんだ、うんうん、紫だね。これはこれ紫なの。めっちゃピンクに見える。これこれこれ、あー、なるほどね。なんかブドウみたいな色だ。かわいい。どう、癒しよね。いや、調子いいよ。一気に目がレナ、そのレナの可愛いとこがご飯に入ってる。レナ、可愛い。どう。どう。目に入りそう。そこに確か入っても大丈夫だから。入ったことあるんですか、こういう。あるある。しょっちゅうだよね。アイライナーとか言ってもいい。え、もちろん。アイラインこそ。ね、アイラインこそ。アイライン。そうね。ここにまずジル。私はまず影じゃあ描きます。目上向いてよ。上の目はもしかしたら引けない。ここの足ぐらい。なんか冷たい。え、めっちゃ涙袋爆弾してるでしょ。すごい。涙袋爆弾するやろ。あんまり今落ちないで。私とたまちゃんの手にかかれば二人がかりの涙袋。あんまりまばたきしないで。違う。ちょっとまばたきしないで。違うんです、違うんです。調子いい。ここに入れるんですよ。あ、わかる。ハイライトの感じでね。あ、いいじゃない。わかる。ざっくりラメラメザクザクだね。ザクザクだね、それ。シューエムラのこれマジ死んじゃん。シューエムラ。いや、かわいいんじゃない。かわいい。普通にかわいい。ゆたさんにこのちょっと青みがかかったピンクが似合ってるの。だからここからあとアイラインですね。目なの。私はもうさ、マネ上げなんだけど、はい、ゆうたの目の形閉じてみて。はい、でもレナちゃんが一番低いのが見ちゃう。薄め開けて。そうそう、ここも。そうね、人のインラインは絶対引けないもんね。うん、むずくない。レナの目だ。かわいい。あ、でもすごい目がキリッとしてる。リュウ、褒めてくれた。変わるっしょ。問題はマスカラだ。怖いな。まつげあげたい。ビューラーはでも結構メイクさんでもさ、そう、ビューラーはね、自分でやってくださいってなる。自分でやってくださいってなんで渡されて。きた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 。え、いいかも。ちょっと右目だけ開けれたりする。え？あ、かわいい。まつげ上がってる。怖い怖い怖い。もっとガン上げしたい。え、めっちゃいいくね。綺麗。怖い。うわ、長いね。ふさふさしてすごい綺麗。ふさぎみたい。ヒロインメイク。私のヒロインメイク。口開けてるよ。あ、いいんじゃない。調子いい。マットのマスカラ。確かに、たまちゃんマスカラ命言ってた。マスカラ命。まつげバサバサ。まつげ上げ。横から見たらすごいわかる。そうだね。まつげ上がってる。じゃあ最後リップだ。合う色がどんな感じだろう。でもあんまピンクっぽくない方がいい気しない？可愛い色じゃん。そういう色。可愛い。
通にリップクリームでした。キュレル塗ってるのがあった。あ、足、うん、足そう、あの足の口に塗ってます。なんかテレビ局でおすすめされた、唇が割れすぎてて大爆笑された。濡れてますか？はい、大丈夫と思います。ジル、これまたジルの私の、いや結構ジルに使ったね。ジル、そうね、人のむずいよね。え、かわいい、かわいい。あ、結構たまちゃんしっかりお山を描くタイプなんですね、うん、あ、そうなんだ。お唇のね、本当だ。え、お山超いいじゃん、そのリップ、うん、パンパして超いい。あ、かわいい、欲しい。え、かわいい、できたんじゃない、もしかして来たんじゃない。前髪のクリップ外してください。あ、クリップ係、はい、クリップお願いしますね。こっち向いて。え、かわいい。いいんじゃない。え、正面から見たいかも。まつげもしっかり、唇にも。ちょっと待ってね。アイプチとか持ってきてもよかったかもね。かわいい。いいんじゃない。かわいいんじゃない。もうちょっとアホ下げてさ。はい、はい。はい、あ、すごいすごいすごい、まつげ上がってる。まつげすごいっすよ。あなたまつげすごい長いのに長い。すごい。どうですか気分は。でもなんか全然悪い気しない。嬉しいっすね。わあ、悪い気しないです。このまま帰んなよ。今日はこのままでいいなよ。それはちょっと可愛い。女子4人でゆうたを可愛くしよう。ご覧の通りになりました。可愛い。以上、ダウキマンでした。またね。バイバーイ。ありがとう。